家の畑とかその他の平地の畑では連日の高層日和になってきて、バナナ葉も日一日と傷んできていますが、この南シャチバナナ畑は霜は降りないと思いますので、まだ緑葉が元気で、これは銀バナナですが、まだ巻き葉が展開してきていますよね。まあつくづくバナナ、本州でのバナナ栽培というのは苗の良し悪しと、あとは環境の良し悪し、まあそれが二大要件みたいなものですね。あとは何度も言っていますように、穴を掘って植えておくだけでバナナは一人育ちしますんでね。まあたくさんのバナナ株があると、あれこれの防寒対策とかはとても無理ですので、穴を掘って植えた後は小株調整だけで、うまくいったものについては収穫して、あとはバナナ任せ、その年の気象条件依存ということになるわけですね。まあ、鉢植えすれば、特に夏とか水やりの管理とか手間がかかりますしね。通年露地栽培でしたら水やりはゼロですから、沖縄でも和歌山県でも私は露地栽培のものは基本的には水やりなんかしませんのでね。と、土が乾いているときに苗を植え付ける作業があるときには、植え付けた後一度だけ水をやりますけれどもね。土が濡れていれば水やりはもちろんしません。バナナは水飲み肥料食いと思わないで、穴を掘って植えれば適切な環境であれば一人育ちするのであるということに信頼を置く方が、バナナのためにも栽培者のためにも双方の利益になると思いますね。